イブンハイサム、イブンアルイコール、ハイサム、イブンアルヘイサム、本名はアブーアリーアル、イコールハサンイブンアル、イコールハサンイブンアルイコール、ハイサム、は、イスラム圏の数学者、天文学者、物理学者、医学者、哲学者、学者音楽学者、965年から1040年、イラクの都市バスラ出身であったことから、アルイコールバスリー、アルボスリーとも呼ばれていた。西洋では、 アルハゼン、アルハーゼン、アルハソン、アルハゼンの名で知られていた。イブンハイサムは、光学の諸原理の発見と科学実験手法の発展に対し、近代科学へ重要な貢献をした人物である。また、彼が残した光学に関する書物、レンズや鏡を使った屈折や反射の実験などから、光学の父ともみなされている。月にあるクレーター、アルハゼンクレーターは、 彼の栄誉を称えて名付けられている。イブンハイサムは工学理論の研究及び科学研究の実践や手法に関して重大な貢献をした史上最も偉大な科学者の一人である。彼は965年にバスラで生まれた。彼はバグダードで科学を学び、おそらくエジプトの回路で没したと考えられている。イブンハイサムの科学者としての経歴は高く評価。 されていた。このため彼は、学芸を保護する一方冷酷な基人としても知られた、エジプトのファーティマ朝の第六代カリフハーキムによって、会に招かれ、ナイル川の洪水を治める研究をするよう指示された。しかし現地調査の結果、ナイルの洪水を完全に止めることは非現実的だと、分かった。彼は、正直に結果を語った場合のハーキムの怒りを恐れ、気が狂ったふりをした。 このためハーキムが1021年に没するまで彼は外出禁止の刑を与えられていたが、この時期に彼は重要な数学論文を多く書いている。彼は後にイスラーム支配下のスペインに旅し、科学の研究のための十分な時間を得て、工学、数学、物理学、薬学などを研究しつつ、その結果のみならずそれらの学問の研究手法をも本に残した。彼の キーターブあるマナシア、工学の書、1015年から1021年は特に重要な著書であり、12世紀か13世紀にはヨーロッパでラテン語に翻訳されている。彼の著書数は判明している限り200程度になるが、そのうち現存しているものはごく少ない。彼の記念碑的書、張、工学の書すらラテン語訳しか残っていない。しかし中世を通じ、 彼の天文学などの著書は、ラテン語、ヘブライ語、その他多くの言語に訳された。プトレマイオスの工学など、古代ギリシア、古代ローマの工学、天文学研究を推し進め批判的に研究し、科学に新たな時代を築いたイブンハイサムの影響や功績は、欧米や中東で高く評価されいる。彼の肖像は二0三年、イラクの一万ディナール紙幣に登場したほか。 テヘランに本部を置くイラン原子力庁にあるイラン最大のレーザー研究施設にも彼の名が冠されている。月のアルファゼンクレーターのほか、小惑星59,239アルファゼンも彼を記念して名付けられた。彼の研究は数多くの実験を行い、そこから機能法的な推論を用いて理論を打ち立てたことが特徴である。彼は光が様々な媒質を通る。 サイの進行方向の変化について徹底的な実験を行い、屈折に関する法則を発見した。彼はまた、光を構成する様々な色を分解する最初の実験も行ったほか、日没のサイの日光の色についても研究した。彼は、影、日食、虹など幅広い物理現象に対してもこれらを解明する理論を立て、日の出、 日没時に水平線上にある太陽がなぜ見かけ上、大きくなったように見えるかの正確な解説も言ったほか、光の物理的性質についても、施策を重ねた。彼は、人間の目の、各部分についても最初の正確な描写を行い、視覚のプロセスに科学的説明を与え、双眼視、立体視の仕組みについても解明を試みた。彼は、プトレマイオスや、ユークリットらによる古代ギリシア、 古代ローマの科学研究を多くの面で引き継いだが、目から発する放射物によって物が見えるという先人たちの理論とは反対の立場に立ち、物の放つ光を受けて目の中に像が結ばれると考えた。物の放つ光は目の中を頂点とする円錐型を成すという推論は後の遠近法の原理を先取りしたものである。また、視覚は脳の中で認識されると考え、 人間の認識、記憶、感覚、感情などに関しても論考した。アリストテレスは、ハリアナから暗い部屋に投射される光について言及したが、イブンハイサムは、同じ原理からカメラオブスクラを発案した。こうした工学の理論と実践に関する幅広い研究のおかげで、彼は近代工学の父とみなされている。彼の主張、ティーターブアルマナシア。 のラテン語訳は西洋科学に多大な影響を与えた。中世の大科学者ロジャー・ベーコンはアルハゼンの名に言及しており、ヨハネス・ケップラーも彼の影響を受けている。また科学研究の手法の発展にも影響を与えた。彼の反射工学に関する研究は球面鏡や放物線上の鏡を使い、球面収差を集中的に調べたものだった。彼はまた、 屈折と光の入射角の比率は一定ではないという重要な観測を行い、レンズが物を拡大して見せる仕組みを研究した。彼の反射光学研究は、アルハーゼンの問題、アルハゼンの定理う重要な数学上の問いを含んでいた。これは、円形の平面において二つの点から引いた線が、円周上のある点で合わさり、その点での垂直線によって等しい角度をなす場合を、 求めるものだった。これは四次方程式に道を開いた。工学の書では、イブンハイサムは、大気の密度とそれが、標高に関係していることについて議論している。また、大気中での光の屈折についても研究している。彼は、日の出前の白明や、日没後の白母は、太陽が水平線の下19度の位置にある部分から上で起こることを発見し、 これに基づき大気の高さを計測しようとした。彼はまた物質同士の引力の理論についても論じ、加速度の大きさは重力に関係があることに気づいていたと思われる。その他、彼は動物の進化についても論じている。彼の後世の数学や物理学に対する功績は幅広い。数学では大数学と幾何学の間につながりを作ったことで、 解析機科学の基礎を築いた。物理学では彼は物の動きの研究を行い、運動は外からの力で止められるか運動の方向を変えられない限り永久に続くと主張した。これは後にガリレオ・ガリレーラが提唱し、アイザック・ニュートンがまとめた運動の第一法則を先取りしたものだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。